はい、りょうへいくん。はい、お疲れです。さあ、今日は撮影をするんですけど、今準備中なんですけど。はい。それ何やってんのそれ？グローブ磨いてますね。グローブ磨いてんの？はい。あら、靴下で？違います。これあのローリングスさんの最後の仕上げ用の手にはめてこうやってガーンってやるやつです。あ、そうなんだ。はい。すごいね。ところでさ、はい、前の動画でなんか消滅のグローブ磨きますって言ってたじゃない？うん、だって全然磨いてねえんだもん。今日磨いて？あ、いいっすよ。全然喜んで喜んで。マジで？それはもうだって僕の一番好きなことですから、グローブと会話できる場所ですからね。マジか。はい、じゃあよろしく。はいはい。一気に使い。やっぱ青がちょっとね。そうですね。まあ色落ちしてるんで避けられないんですよ。どうしてもやっぱ避けて。だったらまあ色落ち本当に嫌だって人はグローブケースとかでイニング中をかぶせとくっていうのは一つの手なんですよ。あ、そうなんだ。はい。まあ、なんでただ落ちちゃってはいるけれども少し濃く見せるぐらいだったらできるかなと。うそ、見てみたい見てみたい。ちょっとあの何そのオイルとかその辺の紹介をしながらやってもらえますか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はいはい、じゃあまずピッチャー用から磨いていきます。でまず使うオイルが内側が、まあ、僕よく使ってるのがこのザナックスのオールインワンジェルっていうやつで、これが水分が多くてすぐ弾いてくれるというか抜け出してくれる、水分が抜けやすいオイルなので重くなりづらいっていうオイルです。そうそうそう、これね。はいはい。で中がどういう感じですか。プルプルプルっていう、やっぱ女性の化粧品のにありそうな。これは本当に塗ってるうちに色がまばらになっちゃうとは思うんですけど、ただ本当にすぐ飛んでくれるので次に使う頃にはそのまばらの感じも全然気にならないなっていう。はい、今の状況だけ見せてもらっていいですか。カサカサっすね。カサカサです。まああの軟式のゴム級のスレっていうのがあるのでどうしてもカサカサしちゃうの仕方ないので随時お手入れしていくっていうのがベストなのかなと。まずは簡単にブラッシングを。まあでもピッチャー用なので正直言うとさほど汚れてはないと思うんですよ。なんでこの辺はもう軽くブラッシングをしてなんか砂とか、まあ、砂ぼこりかとかを落としていきます。本当に丁寧にやるときは僕ここで一回レザーローション挟むんですよ。汚れ落としの液体があるんですけど、はいはい、あの本当に丁寧にやるんだったらこれ塗って乾かして1日乾かして次の工程に入るとかするんですけど、まあ、今はちょっともうそのままいっちゃおうかなと思います。なんか布に軽くつけてこうやって伸ばしていくような。まあ補給面はピッチャー用グローブなんで補給面に限らずそんなにガッツリやらなくていいのかなっていうのがあって、今本当に軽く塗っただけで軽くしか取ってないんですけど、やっぱだいぶ伸びがいいなっていうのは、まあ、ジェルオイルなのでいいなって感じます。でも汚れもこんだけ落ちるんですよ。やっぱオールインワンなので汚れ落としても少しは入ってるので、で塗ってみた感じがこんな感じになります。もう白く擦れているところは、まあ、少なくなったかなと。すげえ思います。まあ、まず内側はこんな感じでよろしいでしょうか。おお、すげえ。じゃあ続いて背面。背面も工程は一緒ですか。いや、またちょっとオイルが違くて、まあ、まずは本当にさっきと一緒のように、まあ、砂ぼこりなりっていうのを落としていきます。次使うのは、柔らかい方のブラシと革製品何でも使えるっていうラナパ。もともとはあの靴磨きだとかお財布磨きなんかで使ってることが多いオイルなんですけど、こんな感じのオイルになっていて、僕はこれを体温でまず手で溶かして均等になるようにブラシにすり込んでいきます。でそれを使ってこれを塗っていきます。ちょっと違ってるの分かります？今こことここ塗ってるんですけど、確かに違う。もう色落ちっていう点でも含めて少しは濃くなるのかなと。濃くなってんな。すごい、なんか輝いて見える、まあ、多少はオイルが入るので少しは色が濃くなるのかなっていうのはあるんですけど、まあ、どうしても青系は色落ち防げないのでこまめに日陰に置いといてあげるだとかそういうのをやっていくべきなのかなとは思いますね。はい、ね、もうこんなもんで正直言うとピッチャー用は大丈夫かなと思います。どうでしょうか。いい感じです。はい、でまああとはヘリ側のところなんかもまあやっぱ汗で落ちやすい場所だったりもするので、まあ磨いてあげると少しは色落ち防げるのかなと。確かに思います。どうしてもあの僕ら編集力でさ、はい、その薄い青をさ濃い青にできるじゃないですか。はい、だからあまり今回は多分 無編集でやってると思うんですけど、はいはいはい、これはだいぶまあ初期よりかは良くなったんじゃないかなと。磨く前よりかは、はい、
感じです。さっきの平の方取ってもらっていいですか。まあ、平の方はもう全然全然ちゃうわ。そうですね、すげえ。まあ、で、まあ、さっきも説明した通り水分が出やすいオイルにはなってるので、なんか今ちょっとまだらっぽくなってますけれども、まあ少し乾かしたらちゃんと均等になるよっていうオイルになります。じゃあちょっとファースミットも、まあ、同じようにまずは硬い方のブラシで落としていきます。全般的に。ではじゃあちょっとやり方を今度は変えて、補給面なんですけど、僕の一番のおすすめ、何それ、スッキリクロスっていう、スッキリグラス、クロス、クロス、はい、あのウェットティッシュです。そうなんだ。はい、なんですけど中にミンクオイル、ミンクオイル、エタノール、はいはい、鏡面活性剤、合成樹脂、はい、OK、はい、なんでオイルが入ってるので、ただのウェットティッシュじゃないので、僕は汚れ落としをした後、まあレザーローションの代わりにこうやってガーッてやっちゃいます。ただこれやりすぎると、あの汚れとともにグローブの革の色も落ちるとか書いてあるところもあるので、そんながっつりはやらずに軽くやるよっていう時にこうやって汚れを落とします。なんでもう今濡れちゃってるんで、こうやって、まあウェットティッシュ大丈夫なのってなってるんですけど、まあ、ちゃんとオイルも入ってるので、僕なんかがっつり汚れちゃった時は、これ 2,3 枚使って細かいところまでこうやってウェブのところとかも落ちるので、でそれで終わりの時だけとかありますね。逆に少し次の工程までちょっと乾かしていきます。その間にこっちの翔平さんのハイゴールドの内野手を、じゃあ面白いなと思ったのが、ドラゴンズとかジャイアンツにいた井端選手ってオイル塗らないんですよ基本的には。へー、最初に湯もみの段階で半乾きの時にべったりそこだけでオイル塗って、皮に染み込まして、でその後は中から出てくるんで、ブラッシングとかしてくると下からオイルが出てくるみたいな感じでやってるみたいなので、そういう人もいたりとか、あとはまあ僕が持ってるジュテルレザーの、アトムズのジュテルレザーのグローブなんかも革本来の油がっていうのが出てくるので、ブラッシングだけで下から出てくるんですよ。そういうのがあるので、まあ基本的には革本来の油があるのであればそれに任しちゃった方がいいです。ここで本来だったらこいつを使ってなんですけれども、まあちょっと今は時間も時間なので、でまあ内野手ということで、おまあ、しっかりと弾かないようにするっていう、まあ、ミッド系、弾かないようにするやつ。僕がよくミッド系で使ってるのがこの畠山のグラブワックス、ペタペタっとしてて、その滑り止め効果、まあ、ワックスなのでキャッチャーミットのとかで使ってる方が多いとは思うんですけれども、まあ、これを使ってペタッとボールの回転を止めてくれるようなミッドになります。結構重くなってしまうオイルなので、まあ、僕の場合はもう本当にこうポンポンポンって触って、でもうこの擦れているところがやっぱボール取るところなので、そこをちょっとずつ伸ばしながら塗っていくような感じですね。じゃあ今塗ってたんですけど、わかるかな、ペタッペタッって聞こえます。聞こえる。まあこれがあのさっき言ってたグリップ力になります。じゃあちょっとこっちも背面、逆にオイルこっちも変えてみてやってきます。これを使っていきます。ローリングスさんの艶色、こっちもラナパーにさっき似てるんですけど、ね、艶が出る、はい、まあ、ワセリンが入ってるので伸びがいいので本当に軽くで大丈夫なオイルになります。こうやって塗っていきます。どうですか、これもちょっと色戻ってきた感じしないですか、翔平さん。確かに。どうですか、こんな感じで。いいな、すげえ。よく見えないけど、すげえ、ありがとう。ちなみに形自体はどうですか、両平的に。形自体ですか、はい、あの 縦に閉じるような、はい、で、薬指あたりで持ってくるような、そうです、ハサミに近いような、つかみに近いような。そうです、ね、これは俺、今一軍グローブなんで。いや、でもいいですね、ハイゴールドさんって。ハイゴールドさん、正直言うと軟式安いイメージあるんですけど。いや、めっちゃ安いけどね、革質すっげえいいっす、これ。あ、いいよ、はい。なんでみんなハイゴールド使わないんだろうって俺思ってる。自分ももともと、まあ若干使ってましたからね、翔平さんにあげちゃいましたけど。中学生は絶対ハイゴールドの方がいいと思う。安いし、てかマークかっこいいし。そう、はい、こんな感じでいかがでしょうか。すごい、お、完璧や。おー、すごいすごい。なので、まあ内側はちょっとペタッとして、外側はまあ軽くさーっと磨くような感じでやってきました。じゃあだいぶちょっとこっちももう、まあ、さっきベチャベチャしてたと思うんですけど、もうやっぱり乾いてるので、こっちもまあ補給面を軽く、まあ本当だったらグラブ、さっきのグラブワックスでもいいんですけども、まあウィルソンの今度はキープコンディショニングオイル2っていうので、こっちは硬いオイルになります。
まあなんか見た感じだと、まあ、さっきのラナパーみたいに見えるかなっていうのはあるんですけど、これも本当にポンポポンってやってちょっと伸ばす程度で大丈夫です。でこのオイルが僕まだちょっと使うの若干苦手なのが伸びづらくて、まあ、伸びるんですけど一点に集まっちゃう、こういう風にダマになりやすいのが僕がまだちょっと苦手だなって思う、このオイルの使い方ですね。これ良平さんに磨いてほしいっていう人いたらもう、あ、喜んで磨きますけど、喜んで磨こう。だからもう家でそれこそ自粛期間中とか、昨年の緊急事態宣言中なんかは1日1個まあ土日で1個ずつ超丁寧に磨こうって言ってずっと自分のグローブ触ってたぐらいなので、はい、こんな感じですごい、まあ、ちょっと今やっちゃってる部分もあるんですけど、これもちゃんと乾燥すれば弾いてくれるので、まああとはちょっと寝かしといてもらってって感じで。しょうさん何かあります？ありがとうね。はい、その言葉をもらえただけでも嬉しいです。またよろしく。はい、もちろんです。まあ、なんであとはまあ誰かにやってもらったら、じゃあありがとうございましたと言うようにしてください。はい、というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、皆さんに特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあさらっと話してよ、だってよみんな、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると衝撃が少しは吸収されるという。マジで？プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういった竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで、でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから、ぜひちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど、うん、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、ここにコメント、はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら、見ました。はい、これはい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何仕様です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローはということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Glorious light, 中途半端逃げ道を
切るのさ磨き抜